どうも、雨上がり決死者の宮迫です。おい、江頭さんに物申す。まずはこちらをご覧ください。いや、ちょっと待って、いや、これは無理は無理やからね。無理じゃできへんから。だって、ビリーじゃなくて1位だったんだ。1位だった、確かに。ダントツ1位やで。ちょっと待って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 。え、江頭さん退院されたでしょ、入院されてて、はい、すごく大変なご病気やったみたいなので、はい、正式にちゃんと退院おめでとうございます言えてね、言えてないから。え、退院、江頭さんの退院祝いで飛ぶわ。うわー、言うた、言うてもうた。マジ飛ぶ飛ぶ、すげえ。おめでとうございます、退院おめでとうございますって飛ぶわ。ほんまに行くわ、飛ぶ。飛びます。そうですか、マジっすか。飛ぶ飛ぶ飛ぶ、すげえ。やばいな。これいったらすごいぞ。あ、すごい。あ、いったいった。いった、いけるか。頑張れ頑張れ頑張れ。食べると。いきます。いきます。バンジージャンプ、カウント入ります。3、2、1、バンジー。江頭さん、退院おめでとうございます。江頭さん、退院おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。よっしゃー、ナイスバンジー、ナイスバンジー。高さ 21m から見事飛んでいただきました。ありがとうございます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 。はい、というわけで、やっぱ江頭さん、まあ、改めまして、ご退院おめでとうございます。やっぱり江頭さんがね、病気されて、帰ってきた時に金粉で登場、もうかっこよさにね、やっぱりもう感化されまして、25年以上ぶりにですけども、バンジージャンプ飛んで、飛ぶことができました。でも、なんでしょうね。やっぱ江頭さんかっこいいっすわ。で、今も富士山登ってるんでしょ？頑張りますね。いや、かっちょいいっすわ。僕は登ったことないですけど、相当大変と聞いてますので、またこれ、江頭さんのこの背中がまたこう大きく、僕が目指す、尊敬する先輩の背中なんで、僕もいつか富士山チャレンジしたいと思います。なんでしょうね、やっぱね、全然芸風違うんですけど、本当憧れのかっこいい先輩、いつまでもそうですね。はい、昔からお世話になってますし、今後も背中をかけて僕も走り続けたいと思います。富士山チャレンジ頑張ってください。はい、ただ僕は何でしょうね、金粉にはしないと思います。あれはもう江頭さんしかできないと思いますので、はい、自分なりに頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いします。大好き。